万龍祭は槍ヶ岳と笠ヶ岳に仏像を安置した万龍上人の偉業を称えるとともに、北アルプスを登山する人たちの安全を祈る祭りです。今日村上神社の境内には地元の人や山岳警備隊員らおよそ100人が集まりました。この後福地温泉に伝わる伝統芸能の鳥芸や獅子が蛇を捕まえるヘンベトリという獅子舞などが奉納されました。関係者によると去年は新型コロナが5類に引き下げられたことなどで飛騨側からの登山者数はおととしより 20% ほど多いおよそ4万7000人でした。今シーズンはさらに多いおよそ5万人を予想しているということです。